はい、先ほどの続きですね、連合書社店立川市ですの4年生の出発、こちらをもう一度でちょっと書いていきたいと思います。ちょっとね、長いんですよ、声がね。だからちょっとぶつかったらすいません。まず、1画目ですが、太くていいです。ちょっとでも長くしすぎないように。意外とこのお手本見るとすっきりしてますよね。あんまり大きくなりすぎないようにしたいので、ここの縦の長さですね、ここ長くしてしまうとここ出やすいし、下の初っていう字が、まあ初頭ちょっとこういう風にきますので、あまり出たくないんですよ。でここからの少しこう、先ほどちょっと説明しました、内側へこう寄ってくるような動き、ここしっかりで、ね、こうですね。でこっち側にキュッとね、ここキュッと入ります。うん、ですぐ下あたりからこうに来といて、しっかり入れて、こんな感じで置いてからこうです。下がこう出て OK なので少しね出ましょう。で初です。入るかな。下がね入ってるかな、このくらいですね、ギリギリ。ここから初書いていきますけど、初頭の一画目、あまりギュって少し でやればいいんですけど、やりすぎてしまうと隙間がね、こういうところの隙間わかりますか、ここに隙間ができなくなってしまうので少し注意が必要です。やりすぎはちょっと注意です。でここ立てておいてギューっとくるように、でそこからこの点へ行くところ、点の形こういう形になってますよね、この筆使い。ここからこう来たらスッと降りて、次ここです。ここから少し横へ行って、そのまんまここに来ます。ここが難しいところですよね。このお手本を見ても分かる通り、1,2,3,4,4 のこの辺りが少し上に上がって見えるのは、次のこの5画目のね、ここに向かうために少しこう上がり気味になってるとこが見えますね。で1,2でここ見せておいて、横へ払ったら地面の高さここに合わせますよ。こう回ってきたらここからこう入って、下に下ろしてすぐ横へ、でここお尻しっかり置いといて、ゆっくり三角形を作りながら、あまりこう勢いよくやらなくていいので、このぐらいゆっくりで OK です。でそうするとこんな感じになりますね。でこれでちょっと細かいところを、解説をしたいんですが、筆使いで多分難しいと感じたところは、出発のパツのこの初頭の2画目の点だと思います。こう切って、もう一度やっときます。こうに来たらそのままこうです。そうすると点、これですね、ここの部分がこういう感じになってると思うんですよ。こう来てこうしてこうですね、でこっからまたこうに来といて、横からのこう、この部分もちょっと難しいですかね。いきなりヒュインってこういう感じにならないように、またねこういうのもねちょっとやりすぎな感じになってしまうので、こう小さく置いて、このぐらいのしなりが出るように置いといて、そこからギュッっていう感じの、こういう鋭い感じが現れるとかっこいいので、その辺ですね、部分練習ちょっとするといいと思いますよ。なかなか難しいと思うんですけど、キュッキュッキュッときて、トントンこうに来といて、ここですね、こういう強い部分をしっかり出す。1、2、
ここもね、こう左払いもそうですね。置いてスーッと、これがこういう下に行くラインではなく、こっからこういう感じの持っていき方で、その左払いに対して右がいつもあるっていうところなので、ちょっと紙新しくします。左払いをこういう風に書いたなら、ここですよね。こういう風に持ってきて、こうカーブして穂先を揃えて上に上がる、こう来て穂先を揃えて、ちゃんとこれ置いといてからこういう風に上がる。もうこういうところの部分練習ですね。左があって回ってきて置いたら、こういう風に持ってきといて、こういう風に上がる。そう、そうすると、こういう風になるんだけど、ここがまああんまりカクンカクンってならない方が綺麗かな。ちょっとこれはなってるようにも見えるんですけど、全部連れていくようなイメージでいいと思いますよ。こういう感じで持ってってあげると自然かな。ね、ここ。あ、見えてない。こんな感じ。最後に、もう一回そこだけね。左、見える？見えるかな？ここ。左がこうにあったら、右がこう来てギュッ。ドンって置いといて、こんな感じです。はい、頑張ってください。